屋の着物着方教室、佐久間です。今回はこのような長襦袢の姿でご挨拶です。失礼いたします。今回のテーマ、下前上手は着物上手ということでお送りをしてみようと思います。今日は私の隣にお二人手伝っていただいてますよ。トルソーちゃん着物を着ています。皆様から見ていただいて、どちらのトルソーも綺麗なね、着姿作ってきてくれます。今日のテーマ、下前上手ということですから、下前が関係してくるんだなっていうのはね、皆さん薄々気づいてくださってると思います。鏡を見て、皆さんね、着付けをされたり、着上がった時の確認されるのは、今正面から見ているこの姿ですよね。ですけども、お着物の姿、綺麗な姿を表現するのに、着物は裾締まりが綺麗よね、ということをね、よく言われます。裾締まり、正面から見たときに、どういうこと？って言ってね、生徒さん、よく質問してくださることが多いです。今日はね、そこをテーマにしてみようと思います。やはり、着物は裾締まり、昔から言われているように、足元に向いて、細くなっている着姿が美しいものです。その表現、どこから見たものか、というとですね、正面ではなく、はい、くるんと向いた後ろ姿のことなんですね。今、二人のトルソーちゃん、正面から見ていただいたときには、同じように綺麗な着姿でしたけども、今、後ろ姿になるとどうでしょうか。こちらのトルソー、ちょっとね、お尻が大きくてズドーンとして見えませんか？足元がすぼまっていないスタイルです。そしてこちら、同じ身長で、私はね、ずいぶん高いトルソーにしましたけども、同じ身長で作ったトルソー、足元に向けて綺麗にすぼまってますよね。今の季節、合わせのお着物を着ますので、この八掛けの出方、注意をしてみてください。綺麗な着姿になった時には、八掛けの色っていうのもね、すごく重要になってきます。八掛け、何色でもいいわというのではなく、こういうとこでね、見えるんだなということをね、今日認識してくだされば、八掛け選びも楽しくなると思います。今見ていただいた、このズドーンとしてる姿と、すっきりしてる姿。どこがポイントかというと、この後実践編で、お伝えをする下前の扱いに関係があります。着物の下前、レッスンの時にも、どこまで入れ込むんですかとか、どっから折り返したらいいんですかというね、質問結構多いですよ。この後の実践編では、どのように入れれば理想的に入るか、そしてどれぐらい上げるのがいいかということをお伝えしていこうと思います。ぜひ皆さんも、この次、実践編になる前に自分のお着物を持ってきて一緒にやってみてください。実践でね、一緒にやるのが一番わかりやすいですよ。一緒にぜひやって今日の下前制してくださいね。それでは実際に着物を羽織って下前ご説明をしていこうと思います。皆さんもご自分の着物を羽織りながら一緒にやってみてくださいね。まず着物を羽織るとこはね、どのような着物でも一緒ですよね。後ろ襟のとこスナップで留めるか、紐でここは留めておきましょう。掛け襟を合わせて背中締め、襟幅を整えたら羽織っていきましょう。後ろで振り分けたら、もう脱力してかけるだけです。肘を張れば後ろは勝手に上がってくれます。は
い、お袖入れていきましょう。忘れ物がないかここで確認です。はい、掛け襟と掛け襟を合わせたら背中心を持って襟に沿わせていきましょう。ここからです。下前の上がり加減確認をしていきます。下前上手ということですから、下前をすぼめたいんですよね。上げ方はご自分の慣れてる上げ方で大丈夫です。私は襟先後ろを持って引いて裾を上げていきますよ。はい、振り分けました。よくお着物を置き付けだけするときに足をね、こういう風に広げられる方もいらっしゃいます。後で歩きやすいようにという配慮でしょうけども、土台の足が広がってると合わせる着物は裾しぼまりになるはずがないですよね。ですので親指と親指をまず閉じてください。そして均等に持ったら床すれすれに下ろしていきますよ。ご自分の寸法の着物を今からお召しになる方は均等に持ったらば左の内側、ご自分の左の内側をちらっと見てください。左側の脇の縫い目が均等に持つと大体は見えるはずです。前側に見えてるはずですよ。その脇の縫い目が見えなくなるまで右手側に引っ張っていきましょう。これはまだ上前の幅を決めてますよ。これで均等な上前の幅、ももがちゃんと隠れる上前の幅が取れてきます。一旦開きましょう。今日の問題、右手に持ってる下前ですよ。どこまで入れるんかな、巻き込んだらいいのかな、途中で止めてあげるのかな、いろいろね考えてしまいますよね。今日は百発百中の合わせ方をお伝えをします。左の脇、縫い目が見えないとこに合わせたら左の手、前ならえの状態で止めておきましょう。こんな感じです。横から見ると前ならえですよ。はい、右手、私の着物、私の寸法ですけど、ちょっと身幅はね広く作ってます。床を履きながら上げませんよ。床を裾で履きながら、はい、トンってつきました。今前ならえにしてるこの上前につきました。ついたらそのままスライドして中に入れていきましょう。何も考える必要ないんです。入れたら、はい、脇の下までぐーっと高さ引き上げていきます。脇の中に差し込んで左の肘で体温計を挟むように、昔はね水銀の体温計ここで挟んでましたよね。挟むように肘で押さえましょう。右脇のたるみだけ取ったらスッと合わせる。はい、右手を押さえます。左手でたるみを取りましょう。腰紐の方は腰紐、私のように着物ベルトのものはここで着物ベルトをしていきますよ。そうすると下前はちゃんと入り込んでくれてます。ですけども、ちょっとお端折り先に切りますね。前にもお伝えしたように、上前を合わせた終着点、右脇なんです。中の襟、今私差し込みましたけどこの辺です。右左違いますよね、位置が。ここで揃えていきましょう。左手を宮継ぐ力入れて、ギリギリのとこで下前を持ったら、この位置、左の同じ位置までぐーっと後ろに、後ろにですよ、上じゃなくって後ろにです。後ろに引っ張っていきましょう。そうすると出発点と終着点同じになりました。同じになったら、はい、ここ今日はね遊戯ですからちょっと上がりすぎですけど、分かりやすく上げてますよ。巻き込んでないですから
歩く時も足はスムーズに出てきますよ。そしてこの出発点と終着点を揃えたということは、今からするエリア合わせも自然に均等になってくれます。そして先ほど見ていただいたように撮るそうで、後ろから見ていただいた時に足元がすぼまって、この八角形スーッと三角に後ろ姿彩ってくれるはずです。今日の方法、何気ないことですけども、どこまで下前を入れるのかなということです。そしてどこまで引き上げるのかな、ここでポイント確認をして、皆さんね、ぜひご自分のお着物で実践してみてください。脇までぐーっと入れる、なかなか体がねじれて難しいですよね。つけたらそのままスライド、引き上げてから押さえ込む、肘で体温計、この動作ぜひね実践されてみてください。少し私のように身幅の大きな着物でも今の下前の入れ方でちゃんと入ります。大きい時はタグって入れましょう。なかなか慣れるまでタグって幅を狭くして入れるというのはね難しいものです。今日のスライドの方法実践してくだされば、少々大きなお着物も着ることができます。そしてぴったりな前サイズのものはもうね、スライドすれば一番いい位置にピタッとはまってくれるはずです。着物の下前、下前上手は着物上手、後ろ美人になれますように。ぜひ今日のこの YouTube 参考にされてみてくださいね。お気楽屋の着物着方教師でした。